こんにちはサイモン・ボレスと言います今日はですね日本の山脈が記録する沈み込み体のテクトニクスについて話したいと思います。あのまあ、ここに写ってるのはですねあのイチョウの木の,あのもう立派な葉っぱなんですけど3年前に日本、えー、と東大に来た時ですねなんでイチョウの木の葉っぱがシンプルに入っているのかちょっと不思議でしたね。 今の季節に来てもらえると本当によく分かります。これは今朝撮った写真です。で私はまあ顔を見てあのすぐ分かると思うんですけどあの純粋な日本人日本の生まれの人ではありませんあのイギリスで育ちましたイギリスの、えー、とここにえあるあの小さい町フルームというところを育ちました。 でフルムの周辺はですねこういうあのこういう、まあ、パッチワークの,あの畑がたくさんあります緑が多いところですで私は割とあの、まあ、若い頃ですね11歳ぐらいですねもともと地図とかそういうのは好きな少年でしたが11歳ぐらい父の,あの友人で地質学 という職業が地質,ういう地質学者はですね世界中飛び回っていい給料をもらっているという話を聞いてこれやりたいなと思いました。まあ,あのそれは多分ね石油会社の話だったんですけどあのまあそういう仕事こういう仕事をやることになって世界いろんなところを見ることができて非常に楽しいと思っています。 私が育ったイギリスと日本あの特に社会学的にはです、ね、共通点が多いとよく言われます。例えばです、ねまあ、どちらも島国で近くに大きな大陸が存在します。でその大陸との関係が、まあ、時にはちょっと複雑なことがあります。 そういう共通点もありますけど地質学的にはですね地質学的に見るとあの本当にもう対照的な地域ですねこの左側はイギリスですねでイギリスはあのまあ海を見ていただくとよくわかります海のところはですねこの薄い色というのは浅いという意味してますイギリス周辺の海は まあ深くて、えー、せいぜい1 0 0ルぐらいですね。一方、日本の場合はですね、えー、非常にあの深いところも存在します。まあ、ここに、えー、色が濃くなっているところ。ここはですね、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、マイナス1 0トルぐらいの非常に深いところ、まあ、世界で一番深いところもこの中にあります。あとですね、イギリスの周辺は、 滑らかで、えー、滑らかな海底があります。一方日本の周辺はですね、こういう凸凹がまあたくさん見られると思います。で、こういうのはですね、地質あのまあどのあのプレートの動きとかまああのそれぞれの地域の地質に深く関係しています。 でもちろん海だけではなくて、まあ、日本の,あのこれは私がよく行く四国の写真なんですけど、まあ、あのそういう山が多くて山に適したような、まあ、畑作り,作りになってますねその日本の独特な、まあ、日本だけじゃないんですけどあの険しいところの独特な段々畑の畑作りですねイギリスのパッチワークの風景と全然違います。 でまあ、ちょっとあの日本に戻っていきますけど深海に関する情報はまだかなり限られてますけど日本の周辺の調査は非常にあのよく進んであの詳細はだいぶ見えてきてます。で でこういうあの深いところ深いところといってましてねマイナス1 0トルぐらいの深いところがありますこれ非常にあの長期にわたって存在する一点だけじゃなくて、えー、長く分布してますねでここにはもう一つ存在しますで同じ画像の上に、えー、独立に動いているプレートの あのテクトニックプレートの分布を重ね合わせるとこういう深いところ海溝っていうところですねはプレート境界と一致するということが分かります。こここと西南日本のこの,このプレートで,す、ね、でここに書いてあるフィリピン海プレートが西南日本の下に潜っていきます。 あのまあ、専門用語で言いますと沈み込むですね沈み込んでその下にできるのは沈み込みたいでここは、えー、太平洋プレート太平洋プレートは、まあ、東北日本と、まあ、全体の下に、えー、潜り込んでますねだからフィリピン海プレートがあって、えー、太平洋プレートがあってでここはですね 北米プレートがあります。そしてまたここにまた別のプレートがあってあのユーラジアのプレートですね。だから4つのプレートが重なっているところは、まあ、日本は非常に珍しい場所ですね。でこれだと,あの、うんとですね、ユーラジアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んで太平洋プレートがまたあのフィリピン海プレートの 下に潜り込んでいますで、えー、でこの北米プレートがまたユーラジアプレートの上に乗っ,かっています。だからこの中心で穴を掘ったら1枚2枚3枚4枚のプレートのサンドイッチをこう貫くことになります。まあ、非常に珍しいところですね。でこういうところはで,ですね海の中でなかなか見えないんですね。何がもう調査するのは大変 だけどこのプレート境界は、えー、陸上に上がってきますだから調べやすい山に行って実際に観察することができますで,、えー、でそれについてちょっと紹介したいと思いますでプレートはあの年間で、えーまあ、プレートによるんですけど数センチメーター。 の速度で動きますで数センチメートルは、まあ、どれくらいかっていうとあの地質学的には早、ね、い早、まあ、いというかどうかは人によるんでしょうけど、まあ、爪が伸びるぐらいの,あの速さですね年間で数センチメートルで地質学的のこう時間は非常に長いですね100万年ってこう一瞬地質学的には。 で100万年で1センチ動いたらずっと1セン、年間1センチでずっと100万年間動いたら結局その100万年間で1 0トル動くことになりますそうすると、まあ、数百万年あの時間をかけると、まあ、何,何十キロメートル、何百キロメ k あの動くことは可能になりますでここはですね、えー、その… 動ききを実感ででる場所の一つですちょっとねいろいろ、えー、と書いてあるちょっと分かりにくいかもしれないんですけどまあこの場所ですねこの場所。でここに何書いてあるかっていうとまあ矢印はその近くが動いた方向ですねこの矢印こういう断層があって、えー、右側が上昇し,した。 でここはです、ね、いろいろ書いてありますけどここはです、ねえー、火山だったんですねあの。上の方は火山のてっぺんで火山の原石あ岩石で。左側はです、ねえー、火山の下にあったマグマだまりの、まあ、今、ね、岩石になってるんですけどもともとマグマだまり。だからこういう火山の構造がプレートの運動によって。 回転して侵食されて今ですね山の上に歩いて火山の,あのてっぺんからまう、あまあ、てっぺんに近いところ浅いところから深いところ 10km ぐらいの深いところまであの見れます直接でそれは日本はもうプレイテクトニスの現場だからこういうことが見られます世界的に非常に珍しいところです ここはですね数年前他、えー、の人たちと一緒に調査に行った時の写真ですが、えー、その火山の下にあったマグマだまりの部分を見てますだからまあ火山があって下にマグマだまりがあってこう回転して今山の上に歩いてこの辺を見てますね非常に若い花崗岩になってます まあ、人にもよるんですけど、まあ、あの世界的に見ても非常に若い花こ岩世界一番若い花崗岩と言っても過言ではありません。で人によってはですねまだ暖かいという,、まあ、あの言うんですけどそれは冗談なんですけど、まあ、それぐらい若いあの本当につい地質学的に言うとついこの間マグマの状態だったものがこういうふうに日本の山で見ることができます。 でこの断面図に戻りますけど、えー、もともとこう,うこういう状態にあったものが回転してきたというあそれも地層を見て、えー、判断できます。でそれは何かというとこの写真にあるのはですね、えー、火山口の下にあるあよくある湖ありますね。 あのその湖の下に堆積した地層がえ回転した後ですねこういう方向に傾きます写真に見えているのもあの点線で書いてありますけどこの地層の筋が、まあ、見えると思うんですけど立っている方向になっていますこれはもともと水平方向に堆積したもの現在こうなっていますでそれは あの先ほどのこう大きな地殻変動大きな回転を反映しています。で多くのプレート境界は今みたいに、えー、陸上に出てるわけではなくて海底にありますので、えー、観察、あのー、しにくいんですけど、まあ、ここは、えー、西南日本の西南日本の、えー 海底の地形図ですここは海溝ですね。プレート境界はここにあります。その上に深可体という領域があります。ちょっとね、でこぼこしてます。起伏がある領域です。ここは、あのまあ、海の下の世界はまだね、調べることはいっぱいあります。まだ道の世界、えー、と言われてますけど、あの日本は、えー、数年前、 国連に出す大陸棚の認定をしてもらうための申請を準備してました僕はそのプロジェクトに関わっててその関係で日本近海が非常に詳しく調べることになりましただから情報量はものすごい多いですね日本に関してはでこの辺の断面 もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。だから今はですね上の方はですねこれは地震学的な手法を使って調べた内部構造ですね。まあ、こういうふうにね反射面いろいろ見ると思うんですけど。 その解釈を書きますと下になります。色はですね違う地層を示しています。同じ地層がま下のプレートずっと続いていてこれが上のプレートでこの辺はですねなんかねあの連続上に複数の地層が重なった複雑な活字になっているんですけどプレートの動きによって断層が発達して、えー 下,にあ下のプレートにあったものが上のプレートに孵されたものになっています,です。同じような構造は実はですね全て海の下ではなくて一部は陸上で見ることができます。これは、えー、と東北日本仙台市内なんですけど、えー、朝鮮行った時の写真。 ここはですね、れっきんが入っている地層があって、そして粘土質の地層があります。ここはなんかずれてますね。ずれてるのわかると思うんですけど、実はですね、これは断層です。こういうふうに断層が入って、それによって地層がずれ,ずれました。普通はですね、こういうのはなかなか見ることができないあの。ちょうど運あの工事現場があって、 それが通りりかかっってていいなと思って写真を撮りました、まあ、また別の例なんですけどこれは屋久島に行った時あの杉で有名な屋久島なんですけど、えー、地層も非常に面白いで屋久島の地質をこうずっと見てて時間なくなっちゃって結局ねあの杉の方は僕は行かなかったんですけど。 あの地質は本当に非常に面白い地域です。ここはですすね、えー、深体のの中中でできた、えー、の中のあの地層が見えていますでこういう地層は斜めになっているのが分かると思うんですけどそれは先ほどの断層が発達してで下から付加されてちょっと曲がって。 ここういうういい構造になったと,いうことですねだからこれはプレートの運動によってできた地質構造で断層だけじゃなくて、えー、パキッと割れないでぐにゃっとこうあの変形する場合もありますでその時できる構造の一つはですねこういう大きな終極構造があります 地層がもともとまっすぐだった地層がこういうふうに大きく曲がることもあります。ここは非常に立派な集局の写真です。紀伊半, <coughs> 半島に行けば見られますで。学生と一緒に行った時ですね、あのまあ、みんなね、この立派な地質構造を見て喜んで、ちょっとね、あのあそっ 遊びの雰囲気になってこういう写真を撮りましたけどまあ,あのこういうふうにね学生と一緒にあの勉強しながら学問のことをやりながら遊ぶこともできるというのはこの分野の面白いところの一つだと思います。でダンス もう地層動くと、特に断層発達すると、えー、動きだけじゃなくて、もう地震という現象も発生します。皆さんよくご存知だと思うんですけど、でこれからちょっと地震について話し,したいと思います。まあどっか聞いたことあると思いますが、日本は昔ナマズが動くと地震が起きると言われていました。 あのもちろん普通のナマズじゃなくて非常に立派なあの大きいナマズなんですけどまあこの辺だと東京湾に生息して、えー、頭が茨城県にあって、えー、尻尾があの千葉県にあると言われていたんですねそして、えー、神様があのちゃんと注意深くあのそのナマズこう大きい石を抑えてで押えると地震は 起きないんですけどちょっとあの不注意になっちゃうと、まあ、また地震を生まず動き出して地震が起こるという話なんですけど地質学者としてねこういうここに書いてある要石を使ってあの地震を抑えるという話はちょっと気に入ってますけどもちろんあの今はですね生まずじゃなくて地震は地殻変動断層のずれ と関係しているというか断層のずれがその原因になっているということは理解しています。でここはですねちょっと一つの例を紹介したいと思いますけど、岐阜県にあるニオダニ断層ですね。地震学の歴史の中でも非常に重要な場所です。 で、ここはですね。えー、っとまあ、10え、1891年に大きな地震え起きました。大きい地震は普通は海の下で起きてその結果直接見るのはちょっとあの断層を見るのは難しかった。難しいんですけどここはですね。陸上ですので、断層があの現れて直接にですね。 あのその地震とこの断層について、えー、語りやすかったんですね。でそのここの時代はですね断層が動いてその結果地震なのか地震が何らかの原因で二次的に断層が発達するのかという議論があったんですが、まあ、ここは非常に顕著な断層が現れて、えー、それが地震の原因その原因 動きが地震の原因であるということはかなり明確になりました。重要な場所ですね。まあ実際に現地に行くとこういうふうに観察できますので、まあチャンスあったらぜひ見に行ってください。これは現在のあの感じですね。まだね崖がよく見えます。でそれについて記載した論文、まああのその当時でも英語の論文になっているんですけど。 あの,、えー、がありますあの琴文治郎という、えー、有名な、えーまあ、地質学者地震学者がいます。で、えー、彼の,あの見解は、まあ、ここに書いてありますね「でネオダニ大断層の、えー、突然形成が1891年10月28日の大地震を引き起こした原因であることが、えー、地震をもって主張できると。えー 言ってますね。だから非常にあの重要な場所です。日本はたくさん地震起きます。で、まあ多くの地震その地震は海の下で、えー、よくわからないと、えー、直接調べるのは難しいんですけど、あのここはですね、えー、とその地震の分布を示します。だから。 えっとあのここは0から 10km って書いてあるんですねだから0から 10km の深さまでの地震をあの、まあ、この図に、えー、合わせていますそして次はですね、えー、っと10から 20km の深さだからどんどん深いところに行きますそうすると、えー、まあ立体的に地震はどう分布しているかということを、えー、ある程度 想像できると思います、えー。はい。そうですね。あの少しずつ深いところに行ってそれで戻りますね。で最初は幅広くねいろんなところで起きますけど、えー、10キロメートルぐらいの深さより深いところに行っちゃうと。 限られた面に例えす。あのでまあ特にこの太平洋プレートのところを見ますと、えー、深いほど西に移動してるんですね。というのはこう西に傾斜してるっていうことですね。だからプレートが西に傾斜して地震がそのプレート境界に沿って分布し、えー、と発,達発生します。 でえー、まああの先ほどの、えー、そういうあの地震が起きる場所はこういうプレート境界に集中してます浅いところだと、まあ、こういうところにも発生しますでですねえー、っとまあ,あの最近で一番大きい日本で起きた一番大きい地震について あとと、えー、話したいと思い思ます、まあ、10, 10年近く、えー、になりましたけど、まあ、3.11について、えー、少し紹介したいと思います。ここはですね、えー、3.11の時に動いた断層のずれ幅が示してあります。えー、と このスライド左側のスライドはですね、えー、断層のずれですね。で右側のスライドは円直、えー、変位が書いてありますで。まずここをちょっと見てください。えー、色はですね、そのずれの大きさを示します。で赤,赤は一番大きいで。少しずつ下がっていきますで。赤はですね、ここを見ると、あの まあ最大60と書いてあるんですけど60までこれは非常に大きなずれですね最大で5 6ルと推定されています一気に5 6ル動きました一番大きくずれたところですねあの、まあ、非常に大きい驚いた人たちがたくさんいます専門家の中でこんなに、ね、大きくずれるなんて驚きです 今までだから観測しにくいというのもあって日本はあの観測技術観測データが非常に豊富にありますのでこういうことが分かったという可能性ももちろんあの、まあ、来てはそうだと思いますけど今までですね同じような観測はありませんでした。あとはです、ね、非常に あの広範囲にわたってずれたということは分かりますね、えー、まあここはあの断層の幅がまあ約500キロメーター500キロメーター非常に大きいですねでその結果ですねまああのよく報道されてて皆さんよくご存知だと思うんですけどまぁ、あえー あの亡くなった方はま,あまだ行方不明の人を合わせると約2万人で経済的な損失は非常に大きい、まあ、今の、えー、コロナ問題も非常に大きいんですけど、えーまあ、あのこういう自然災害も非常に大きな経済的な損失もとらしますで原子力発電所の事故にもつながったしあとですね、まあ、そのライフラインの問題とかあのいろいろその どういうふうにあのその都市計画をしたらいいのかとかいろいろ考えさせ,るさせられる事件でした。僕もしぶらくですねあの本来の専門ではなかったんですけどしぶらくそれを受けてあの津波関係の研究をやったんですが、まあ、現地調査現地に行ってこういう悲惨な あの状況、まあのたりするとあのまああの本当に自然の力を感じさせられるようなあの時期でしたね。で津波は一番あの地震というよりは津波のダメージですね。で津波についてちょっと簡単にまああのよく報道されているあのご存知の方は多いと思うんですけど。 えー、津波はどういうふうに発生するかというと、まあ、まずプレートが沈み込んで上のプレートがあってあの最初はです、ね、くっついて動きます男性的にバネみたいに動きますで石ってバネに見えないんですねバネっていう,こう感じではないんですけどまあ数パーセントまではですね押すと 数パーセントはバネみたいに変形しますバネみたいっていうのは力なくなった時は元の状態に戻ります男性的に変形します、えー、だから最初は男性的に変形してバネみたいにどんどん変形してで押せば押すほどその抵抗も強くなりますである限界を超えるとパッ戻ります急に戻ります 戻ってである場所は地形が下がってある場所が上がるで上がって下がってこの延直方向の動きによって上にあるあの海が押し上に押し上げられるでこれは下がるので大きな波を、まあ、波長の長い波が発生します。で先ほどはこの ずれ幅について説明したんですけど今回ここをちょっと見てください。延直変異だから延、えー、直方向です、ね、の変異、あのー。単位は全然違います。8メートルなんですけど、えーあのー、水平ずれの方が大きいんですけどこれもかなり大きいです。8メートル上がってでこっちは。 数メートル下がっただから先ほどの図でいうと上がった部分と下がった部分はここでも見えています。でこれは、えー、とあの福島第一原子力発電所のちょうどね津波が襲った瞬間ですね。こういうい コンクリートブロックが壁が崩壊,され崩壊してコンクリートブロックが吹き飛ばされているという様子はよくわ、えー、かります。でですねあの、まあ、最後はですねちょっとあのその最新の研究について 詳しい話はしませんけどあの最近ねあの同じ東京大学の地球惑星科学専攻の教員何人かもう一緒に協力してもらって、まあ、私はその中でこうあの一部だけを担当してるんですけどこのスロー地震という研究大きい研究プロジェクトがあります。 でそれについてちょっと紹介します。あの普通の地震と何が違うかというとスロー地震はゆっくりですね時間をかけて動きます同じような動きによって生じるものなんですけどゆっくりなので被害はもたらしません。で数日、まあ、数か月数年間のタイムスケールを起きる。 で断層ずれ幅が小さい数ーターしかないでも面積大きいので、まあ、発生するエネルギーがそれなりに大きいんですねマグニチュードといえば、まあ、67のものが多いですで低周波振動だから非常にゆっくりした振動を伴う どういうふうに認識されるかっていうと,、えー、とあの本当に最近まではです、ねえー、その存在は、えー、認識されてなかったんですねこの自然な沈み込み帯の中で、えーまあ、地震起きない領域地震起きる領域、えー、っていう議論をされてたんですけど実はその中間的な領域も存在します。 まあ中間的な領域が存在すると言われてもあんまりびっくりしないかもしれないんですけど実際に観測するのはえもうあの割と最近で初めてだったんですね。でえ鍵となったのはですねえその,あのまあ GP 簡単に言うと GPS みたいなえあの測地システムを使っ 使えるよううになったっいうことといこですね GPS はその中,、ね、中の1つだけなんですけど他にもいろいろありますあのヨーロッパのシステムもありますしロシアのシステムとかで日本はこんなにね拠点があってあの常にですねその位置関係位置情報をあのミリメート単位で記録しているそうすると微妙な地殻変動を あのキャッチできるようになってきました。でこれはですねあのちょっとそのスロー地震の違い、えー、と普通地震の違いを示しているんですけどこれは普通地震の波形ですね。えっ、ー、とですねだからあの、まあ、ここの幅を見ますと。 秒ですねこれは30秒地震発達してそれで30秒間で、まあ、こんだけ、ね、揺れてますそして、えー、まあスロー地震はあの全然違う波形を示します中にはですねこういうゆっくりとした揺れもあります時間スケールは全然違いますそしてさらに時間スケールが長いものこれは これは秒ですねここはねもうあの、えー、と日ですね。だからゆっくりとした、えーまあ、急,急といえば急なんですけど、何も起きなくて、でえー、急に動き,動き出して、また安定状態になります。この間はねその滑りが起きている。あのでまあ ここここも同じようなことこれは年,年ですねさらに長い時間スケール。でこのスロー地震、まあ、あの新しい現象として、えー、学術的に非常に面白いしあとはですね、えーまあ、もしかしてそのあの本番の,こうあの大きな災害つながる地震、えー、に関する、まあ、情報全兆現象 え、捉えるんじゃないかという、意味合いでも注目されています。例えばですね、応力計として、え。応力の伝播マークとして使えるんじゃないかという、考えはあります。で、この話は詳しく、紹介、しませんけど。あの、これは東北日本で、その大きい地震起きる。ちょっと前に、そういうスロー。 滑りスロー地震関係の動きがあったということが、えー、見えていますね。で、これはこ,こにあの大きい地震が起きているんですけど、その前にですね、えー、なんかあの違う挙動を示していることがわ、えー、かりますね。あとですね、その地震もちょっと詳しく見ますと、これはですね、あのこれは 東北沖地震のが起きた場所ですねとその,あの周辺で起きている起きているその前に起きている、えー、まあ,あの小中,中規模の地震の分布ですねでここはね断面なんですけど、えー、と断面というか横軸が時間でこれは長さ長さはですね、えーと このプレート境界に沿った長さで最初そうすると,、えー、っとこの線に来るともう本、えー、っと大きい地震の場所になりますで最初はですね大きい地震が起きる前に、えー、どん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 地震の分布が近づいてきましたで止まってで次はですね近づいてきてまだ起きてないですね近づいてきてで急に こういうふういふに変化してきた。だから、えー、まあ,あの本当に前兆現象として使えるかっていうのはまだねそこまで到達してないっていうのはあの正直なところなんですけど、えーまあ、こういう、えー、研究を進めることによってあのそういう可能性が見えてきたっていうのはかなり、えーまあ、面白いところの一つです。でえー、っと あですねあの、物理学的なモデル構築室内変形実験など、まあ、そういうのも、えー、使って、えー、調べていますけどあの直接ですねあの最初の発表の最初の方にありましたように直接ね岩石がどうなっているかっていうことを見るのは大事です。でじゃあここうういう深い深ところで起きた、 現象をどうやって直接見るかっていうのは、まあ、ここで簡単に紹介します。でこれはですね深いところにあった岩石が上に上がってきてその上にあるものを見ることによって深いところのプロセスを調べることができるんですけどじゃあこの深いところにあった岩石がどうして上がってくるかそんな話ちょっとねあの一つの例を見せたいと思います。でここはえー砂 の実験ですね、えー。右からプレートが入ってきて、えー、いろんな地層があります。まあ全部砂で、えー、色はまああのその動きをわ、えー、かりやすくするためだけです。全部砂。でここは大事ですね。この線を越えたらもういろんなものが付加されて、この線を越えたら浸食を置きます。 具体的に言うと掃除機であの丁寧にあの砂粒をとあの取り除きますで。じゃあプレートがどん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 右から入ってくるとどうなるかちょっと見ていきたいと思います。見ていきたいんですけど動かないですね。 右から入ってきて、えー、地層がどんどん深化されてでこの線を越えると浸食されて侵、えー、食されてもともと深いところにあったものが地表にも上がってくるということは分かりましたでしょうかもう一回やりますね下にあるものこの黄色い層を見てください黄色い方こう頭を後まで出しましたねここもあれ割れました 深いところがどん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 上昇してきますのでこういうところを見ることによって深いところで何が起きているのか、えー、情報を入手できます。でまあ,あのスロー地震が起きる際にどのような岩石構造ができているのか、えー、スロー地震は起きる領域では岩石中の流体圧。 応力状態どうなっているのか推定できるかっていう問題を私自身が取り組んでいますまあ,あの流体圧これも詳しくやりませんけどなぜ大事なのかっていうとこれが断層ですね上から押して下から押して断層に沿って滑る時ですね断層の中の流体圧は大事。 なぜかというとこれ拡大して大きくして、えー、粒子からなって粒子の間に流体圧があって流体同士が押し合って間に流体が入ると滑りやすくなります。で滑りやすくなると要するに断層動きがや,やすくなりますね。だから、えー、断層の動き、えー 動きやすいかどうか、その状態を調べるのに流体圧は第一です。で、これはまああの西南日本に昔深いところにあったものを西南日本に分布してそれを調査してきたっていうことです。この辺ですね。この辺にあったもの、そう地震の発生領域、この辺にあったものが現在地表に現れています。 で例えばこれはまあ2つの地質図でいろいろ岩石を、えー、調べて微細、えー、組織はどうなっているかとか鉱物組み合わせなどいあの調べていきます。そして、えーまあ、ここはですね、えー、こう供給される流体の量と、えー、岩石に浸透できる流体の量。で両者が、えー こ,う交差この線とこの,この帯が重なるところはですね入ってくる水の量が出てきる水の量より上回るのでどんどん流体圧が大きくなってえまあ滑りやすくなるというまあこういう状態がどこにあるかっていうのはまあ岩石を見てえ調べることができます。じゃあ あのこれは最後のスライドなんですけどあの、まあ、いろいろ紹介したんですけどメッセージをまとめますと、まあ、この3つのポイントが大事じゃないかと思います。一つはですねあの、まあ、私もともと日本に来た理由最大の理由はですねもうプレートテクノロジー現場を見たいという地質学者としてそれを見たいと思ったんですね。 で日本列島には収束プレート境界の真上に位置してでその影響は、まあ、地質学もそうなんですけど地形もそうだし日本の文化ににも、まあ、非常に強く現れていますで地震と津波はまあ非常に学術的に非常に興味深い複雑な現象なんですけど。 あのそれと同時にやっぱりこう池を念の念い抱かせる、えー、破壊力のあるまあ,あの津波のような、えー、非常に破壊力のある、えー、自然現象である。で地質学僕あの私が担当している地質学は我々は住む地球の過去を研究する学問として発達してきたんです昔恐竜はいたのかとかそういう話として発展してきたんですけど あのまあ、数値モデリングと室内実験の性格を加味して、えー、その加工だけじゃなくて、まあ、地球の将来はどうなるかっていうことについても、えー、いろんな貴重なデータを提供できて、えー、非常に面白い学問だと思います、はい、今日の発表はこれでで以上です。<music>